タンスはタンスランダンスタンスとは、衣類や道具を収納するための引き出しや扉を備えた家具で通常は木製。一人では持ち運べない大型のものが多い。元来、タンスとは日本の古典的な家具の名称であり、英語でタンスと呼ぶのは、そうした引き出しを主とした収納家具である。現在ではこれらをワダンスとも呼ぶ。一方、近代になって、 西洋風の収納家具が用いられるようになった時にも、これらをタンスに含めて、洋ダンスや洋服ダンスなどと呼ぶようになった。英語で言うワードローブなどがそれに当たる。日本では、家庭用品品質表示法の適用対象となっており、雑貨工業品品質表示規定に定めがある。助数詞として、竿という語を使って数える。和ダンスには、両脇に竿を通し、 金具が付けられており、長持ちと同様に、竿を通して持ち運べるようになっている。これが、タンスの数え方、竿の由来である。収納するものによって様々に分かれる。衣服を収納する整理ダンス、衣装ダンス、洋服ダンスや、食器を収納する茶ダンスなどが一般的であるが、手回り品を入れる、洋ダンス、帳面を入れる、とがりダンス、 薬屋で着薬を入れるのに使われた、百味ダンス、武家の刀ダンスなど、入れるものに合わせて様々な大きさや型のタンスが作られてきた。また、婚礼ダンスと言われる、結婚時に用意される一式揃いのものがあり、標準的には、生理ダンス、洋服ダンス、和ダンスの3点セットである。また、形態的には、盗難防止のからくりを施したからくりダンスというものや、逆に、 非常時にタンスごとをして持ち出せるように車輪をつけた車ダンスというものもある。日本では他にも階段の形をしており、実際に階段として利用されるタンス階段がある。この場合建物の構造の一部となっているものもあり、そういったものは建設時に作り付けとして設置され移動できない。後付けで設置される場合は大きさを揃えた引き出しを並べただけのものも多く。 その場合は移動可能である。船タンス江戸時代には北前船などを海船に積み込み、南波時には水に浮いて貴重品を保護する船ダンスも作られた。材質別では関東の和ダンスでは霧で作られた霧ダンスが高級品として有名である。他に杉、田茂、桜、欅、奈良などの木材がよく使われる。タンスの登場は江戸時代前期。 漢文年間の大阪と言われ、聖徳年間頃から普及したとされる。それまで衣服は、竹製の氷、木製の長持ちや筆といった箱状のものに収納されてきた。これらと比べたタンスの特徴は、何と言っても引き出しを備えたことで、これにより、大量の衣類や持ち物を効率よく収納できるようになった。逆に言えば、元禄時代の経済成長を経て、 タンスを使わなければいけないほど人々の持ち物は増えてきたということである。ただし、長持ちに比べ多くの材料と高度な技術を必要とするタンスはまだまだ高価な品物であった。貧しい庶民にまでタンスが広まるのは江戸時代末期からである。タンスは古くはタンスと書かれ持ち運び可能な箱のことを指していた。江戸時代に引き出し式のタンスが登場すると いつの間にか、タンスの字が当てられるようになった。中国では、タンは、円形の、けは、方形の竹青春の容器を指す言葉である。現在、中国では日本でタンスと呼ぶものには、筆という語を用いる。仙台タンス仙台ダンスは、仙台で伝統的に作られてきた高級ダンスで、通称、野郎ダンスなどとも呼ばれた。ありがとうございます。